皆様、こんにちは、木村よしこです。今日は二千二十四年七月二十二日月曜日ですね、えー。今日はですね、最強の株主還元力と題しまして、お届けいたします。まあ、ご存知のようにですね、えー、企業からの株主還元と言いますと、まあ、配当でしたりね。株主優待、あるいは自社株買いというところが思い浮かぶわけです。けれども、えー、昨今の情勢でですね、もう少し、えー、エッセンスが。 あ,ありそうでしてですねおとついですね新居浜商工会議所様が主催されました、えー、企業の IR セミナーとそれに付随する、えー、マーケットの見通しですね、まあ、私が担当させていただきまして多数のご来場を賜りまして心より御礼申し上げます。 まあ会場の中にはですね、まあ、ベテラン投資家の方のお姿もありましたしそして若い世代の方もですね熱心に勉強されておりましたえ何かね時代は確実に変わってきてるなという、ね、印象でした、まあ、あ何回も何回もねこの人口の波があってですね経済も移り変わっていくんですけども、まあ、そこにはいろいろなこの抑えておくべきポイントがあるように思います。 今日もですね皆様の投資のお役に立つようにお話を進めてまいりたいと願っておりますのでどうぞ最後までお楽しみくださいそれでは始めてまいりますね今日の日経平均株価はですね464円79,000円安パーセンテージにしますと1.16%安い39,599円となりました えー、どこまで下がるんだろうかということなんですけども、まあ、このいろいろな条件が重なってこの安値を実現していると思いますので、まあ、落ち着いてくれば、ですねなんだあそこ買っておけばよかったという安値かもしれないですね。でえー、4月の19日3万6733円飛び6000円という安値がありました。 今にして思えばね、ここを買えば何の苦労もないわけですけども、えー、そのね、あそこで下げ止まったんだったなということは、過ぎてみなければわからない、そういうものなんですよね。なので、まあ、今後、どれぐらいまで下がるんだろうかという見通しはですね、まあ、皆さんきっと下がったら買いたいと思ってるか、戻ったら売りたいと思ってるのか、まあ、そのご自身のね、えー、心理をよくね、えー、他の人とあのこの比べてですね、 えー、どんなものかということを想像してみるといいですね。私なんかはあの下がったら買いたいなと思って見てるので、うん。もっともっと下がってくれたら嬉しいなと思うんですけども。もえー、どうでしょうかね。その安値待ちに安値なしっていう言葉もあるんですよね。みんなね。下がったら買いたいと思ってると意外と負荷押ししないで、戻ってきたら売りたいと思ってる時にはなかなか戻ってこない。そんなものなんですよね。 じゃあ今後の安値の目処はということなんですけどもこの4月の19日の3万6733円飛び6000円まで下がるかといいますとこの下値を切り上げてきましたよね5月の30日、6月の17日、まあ、今後、意識すべきは75日移動平均線を突き破って下がった場合はですねこの3万8000円すれすれどころまで調整する可能性はあるかと思います。 この5月の安値、ね、6月の安値に近い3万8000円台どころで、まあ、ちょっととどまってくれればいいなと思うんですけどね、まあ、そこは今日のテーマである株主還元力最強の株主還元力の銘柄を拾いどころと位置づけて待ち構えたいものだなと思うんですけどね、えー、まあニュースとしてはいろいろありますね新幹線が止まってしまってですね 夏休みの予定がちょっとうまく運ばない見通しとなってしまったっていうようなことですとかこれが先般のマイクロソフトのこのシステムの不具合ですねそれとも相まってなんか社会的なシステム大丈夫かなというところに夏休みというところで早めに売った方旅行に行くんで。 えねちょっと利益確定しておこうなんていう動きと重ね合わさったのかなと想像するわけですけどもいずれにしても安いところをしっかりと買っていきたいと思いますえ今日のテーマですえ最強の株主還元力この3つを有していると本当に強い銘柄ですよ、えー、累進配当ですねこれは過去の配当よりも下回る配当はしないという政策なんですよ これができるということとは相当でですすね、ね。経営が上手ってことですよ、ね、でこよの政策をやるかどうかっていうのはその会社が安定成長の路線を走っていけるかどうかにかかっていますので、まあ、この安定成長もしないのに累進配当を実施してしまいますと自分で自分のですね、まあ、首を絞めてしまうような政策になりかねませんので強い安定成長をするぞというね 体制でも、この累進配当をしてくれてる会社が望ましいわけですね。で、えー、配当が、ね、減ってしまうということは、個人投資家にとっては、ものすごく不安材料ですよね。減配するなんていう報道が流れただけで,です、ね、株価というのはものすごく下がってしまいますので、累進配当政策をするということで、まあ、個人投資家はあなんかこう心のよりどころを得られるわけですね。 安心してその会社の株価が安い時に買い増しができるわけです。で、えー、まあ企業様の中にはですね累進配当は慎重にするんだけどもまあまあ今のところは普通の配当業績に見合った配当はするんだけどもだけど自社株買いはやりますよということを表明している会社さんもあります。で自社株株買いといとうのはややっててももらなく価が 極端にそのニュースに反応して下落するということはないわけですよね自社株買いの枠を設定したということは株価を押し上げる材料になり得ますけど自社株買いをしなかったからといってですねそれが減配のように大きく株価を値下がりさせるようなニュースにはならないわけですねなので慎重な会社さんはですね配当は業績に見合ったものにして、えー、機動的に自社株買いをやるという そういう経営方針を打ち出している方あの会社もありますまあ、皆様のお考え方次第なんですけども累進配当政策に踏み込んでそして、えー、時々自社株買いをやってくれる会社これが最強だと思います、えー、まあ累進配当ですから私たち個人投資家はその会社が安値をつけると安心して買っていける前の配当よりも上回った配当をもらえる可能性が高いということですよね 少なくとも下回らないとえそして自社株買いをやってくれる株価を持ち上げる材料になり得ることをやってくれるこれはいいですよねそしてそのためには安定成長をする会社かどうかっていうのが重要ですえそしてもう一つの切り口ですね政策持ち合いの解消が盛んになっておりますえそしてですねまあ昔々に買ったその政策持ち合い株を まあ現在、売り進めていきますと巨額の資金がその持っていた会社さんに入ってくるわけですね一体何に使うんでしょうか安定成長するための資金として使うんでしょうかあるいは株主還元、配当に使うんでしょうかあるいは自社株買いをするんでしょうかそして、そのお金を狙っているのはですね個人投資家ばかりではないですよね。 もちろんですね外国人投資家も狙っていると思いますけどももう1点、ですねそのお金をこう運用しましょうああ運用しましょうと営業をかけている証券会社さんもビジネスチャンス獲得ということですよね。なので証券会社の株もですね、えー、今回ね、ねこうした流れの中で注目してみるという手があるかと思います。 そこで、えー、今日のテーマにかなった銘柄とそして証券会社の銘柄上げてみたいいと思います外資そして非上場企業を除いてですね今、日本で上場企業で最もたくさんの株式を保有している時価総額ベースで最も高額の,この保有株を有しているのがこの3社です。トヨタ自動車 トヨタ、自動食器、そして日本郵政なんですね。ですので、まあ、この銘柄をお持ちの方はしっかりとホールドが望ましいんじゃないかなと思いますし。またね、えー、この日経平均株価がグラグラして、安い時には買い増しもいけるんじゃないかなと思うんですよね。そしてまあ、こうした会社がですね、政策を変更して見直ししてですね、持ち合い株を解消して売った場合。 たっっぷりと現金が入ってくるわけですよねさあそのお金をこういうふうに使いませんかああいうふうに使いませんかと提案できる立場にいらっしゃるのがですね、まあ、日本の筆頭証券会社の野村ホールディングス8604ではないかなと思いますしまあチャートの格好がちょっとね、まあ、急激に上がったんで利益確定売りが膨らんで まあ現状、ちょっとね、あの移動平均線の方に修練していってる状況ですので、チャートの格好でもう少しいいところとなりますと、8601の大和証券グループ本社のチャンスもね、ビジネスチャンスも広がってると思います。そしてですね、累進配当を実施し、そして連続配当にも鋭意取り組んでいらっしゃり、そして株主優待も充実している、 4732の USS もねいいんじゃないかなと思いますねそしてねこの会社もいいですよ KDDI まあ何回かあごあのこちらの番組で、えー、取り上げたことがありますけどね9433の KDDI ですね優待政策は選べるギフトから今度ポイント制度に変わりますけども KDDI もねいいんじゃないかなと思いますね今日の引け値は 4, 円34円高という,ふうになっております。しっかりとですね、累進配当そして自社株買いができるだけの内部留保金が確保できる安定成長型のビジネスモデルそしてですね、このね政策持ち合い株があってですね、これを現金化してたっぷりと内部留保金を増やしそうなところを狙っていけば ポートフォリオ楽しいものになるんじゃないかなと思いますねそれでは今週もよろしくお願いいたしますまたいろいろと材料を探してお届けしていきます皆様の投資のヒントに役立てばとても嬉しいですそれではまた水曜日